はい、今回はですねこちらのレンズで遊んでみてます。皆さんこれご存知ですか？はい、本日はですねこちらのレンズで新宿ですね、新宿の公園がライトアップされているということで写真撮影動画撮影に来てみました。でこちらのレンズが結構というかだいぶ面白いボケ方をするので、いろいろ撮ってみてます。ではちょっとこの後動画流すので見てみてください。はい、こちらが絞った状態でこのようになってまして、ピント合わせまして絞りを開放していくとこのようにシャボン玉のようなボケが出てきます。もうスーパーボールみたいって言っていいのかな、まあ、こういう特徴的な釣りをするレンズですね。はい、こちら側のペンタックスなんですね。ペンタックス SMC ペンタックスソフト F 値が 2.2 の 85mm というオールドレンズになるのかな、マニュアルレンズになりますね。でこれがまあ面白い写りするので、いろいろと撮影してみました。でこの後その動画でですねいろいろ流してみて、ぜひちょっとこちらレンズこういうもんなんだなっていうのを見ていただければと思います。
はい、こちらが絞った状態でこのようになってまして、ピント合わせまして絞りを開放していくと、このようにシャボン玉のようなボケが出てきます。もうスーパーボールみたいつって言っていいのかな、まあ、こういう特徴的な釣りをするレンズですね。はい、こちら側のペンタックスなんですね。はい、それではですね、こちらレンズの方の簡単な解説でさせていただきたいと思います。こちらのレンズでですね、本日撮影してきた動画だとか写真とかっていうのをこの、YouTube の方のですね動画でご紹介させていただきましたけど、まあ、とてもこう特徴的でかつ幻想的な面白い写真が撮れるレンズだと思いませんか？はい、でこちらのレンズなんですけど、まあ、当然のごとく私の大好きなオールドレンズに、まあ、値しますねの一本でして、まあ、このようなものになってます。はい、で、メーカー名はメーカー名とかその製品名とかなんですけど、こちらですね、はい、このようになってまして、まあちょっと読んでしまいますと SMC ペンタックスソフト F 値が 2.2 で 85mm の焦点距離のレンズとなっております。まあこちらですね、そのソフトレンズっていうことで柔らかい雰囲気のものを写真として撮影するために、まあ、生まれたレンズの、まあ、1本になります。でこれ以外にもこのペンタックスのソフトレンズって何本かあるんですけど、このレンズはもう本当によくわからない写りするんですよ。でそれがとても面白いなと思って購入いたしました。で私のチャンネルで別に紹介させていただいているフジノのソフトレンズってのもあったんですけど、あちらはその中にレンコンって言われるそのボードが入っていて、かつそのソフトに映る工夫っていうのがされてて、まあソフトレンズの割には結構しっかり映るもんなんですよ。ただこちらのレンズっていうのは、まあその優秀な写りをするの真逆言ってますよね。とても個性的でかつ面白い写真が撮れる。でそれの理由なんですけど、もうこちらその、まあ、別の用途で設計されてたんじゃないかなっていうぐらい構造が面白くて、こうレンズがこのようにスポッと取れてしまうんですよ、ネジでくっついてるだけで。でこれレンズがダブレットって言って2枚で構成されてるんですね。なのでまあいろんな意味で優秀ではないんですよ。その優秀じゃないっていうのが写りとして面白くなるってことなんですね、まあ、なのでこのレンズを外しちゃうとこのように絞りがですね露出されるレンズです。はい、このようにもレンズの上っかだけつけたり外したりできるわけです。はい、キュッと、はい、こうしますと元戻りましたね。はい、このような独特なレンズになります。でこちら中古でも結構出回ってるはずなんですけど、見かけるときと見かけないときと結構差がありまして、まあ、見かけて結構興味あるなって思われてるのであれば、ぜひ購入されてみてください。 F 値の方もですね、この 2.2 から 5.6 までしか選択できなく、表記もこの数字でも表されてるんですが、こちらでこの図形でですねどれぐらいボケるよっていうのをこのように分かりやすく設計されてます。はい、で当然のことなんですけど、こちらはマウントがペンタックス K マウントになっておりますので、このようにマウントアダプター使用して装着されてくださいね。まあ、マウントアダプターで装着するということはメーカーを問わず結構楽しめるレンズにもなってます。これがオールドレンズのとてもいいとこですね。であと 85mm って純望遠レンズなんですが、こんなに小さいんですよ。ですので、まあ、撮影に行った時についでのもう一本としてもとても運用しやすいレンズになってます。はい、このようにですね、新宿中央公園クリスマスイブということもありライトアップされていてとても綺麗でした。でですね、こちらのチャンネルではこのように、私このオールドレンズ大好きなので、オールドレンズの、情報とか、あとは動画や写真の撮影方法とか、まあ、そういったものっていうのを情報として発信させていただいております。一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタン、
あとはコメント等でですね、気軽に私にコミュニケーションいただけるととても嬉しく思います。こうイルミネーションの時期、クリスマスがもう一番いいですよね。こういろいろ撮影できると思うので、アクションカム、スマートフォン、あとはこのカメラ、ミラーレス等でですね、いろいろ皆さん楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。写真とか動画っていうのは本当に正解ないんで、自分が楽しかったらいいと思うので、そちらを目指してみてください。楽しむということですね。はい、ではちょっと寒いのでぼちぼち家に帰っていきたいかと思います。他にもですね、こちらのレンズ、ちょっと明るいところで皆さんに改めて紹介したいと思いますので、紹介した動画がこの今ちょっと最後の収録のところ撮ってるので、紹介した動画っていうのがまた別口にアップして、あっていうか編集されてると思うので、はい、別口に編集されてると思うので、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。